カスル・エル・ヤフドは、ヨルダン川西岸地区に所在し、イスラエルの占領下にあるが、パレスチナが領有権を主張している、占領地の正式名称である。この場所及び設備は、イスラエル民政局及び、イスラエル政府観光局により、イスラエル国立公園の一部として管理されている。カスル・エル・ヤフドは、占領者ヨハネによるイエスの占領の地の西側部分を、指し、 アラビア語では、アルイコールマグタスと呼ばれている。アルイコールマグタスという名称は、歴史的には、ヨルダン川の両岸の巡礼地を指して用いられていた。また、カスル・エルヤフドは、伝統的には、イスラエル民族によるヨルダン川横断の地であり、また預言者エリアが焦点した地でもあると、考えられてきた。先例の地先例の地のアラビア語名称は、アルマグタスであり、 ヨルダン川両岸に広がる場所を指していた。内ヨルダン川の部分を指すのに、アルイコールマグタス、ヨルダン川対岸のベタニア、洗礼地という名称が用いられ、西側の部分はカスルエルヤフドという名称で知られていた。この場所の近くに所在するギリシャ聖教会の洗礼者、聖ヨハネ聖堂は、城のような形をしており、伝統的にはイスラエル民族がこの場所から、 ヨルダン側を横断したと言われていることからこの名がついた。カスル、エルヤフドの復元された遺構をカスル、エルヤフドは、エルサレムとマダバ、ネボさん、王の道といった聖書に登場するヨルダンのこちら側の各地とをエリコ経由でつないでいる古代の道路や洗い越しにほど近い場所にある。カスル、エルヤフドはヨルダン、川西岸地域のエリコから少し南東側にあり、 パレスチナのエリコ県の一部となっている。現在のカスル・エル・ヤフドは1967年に第三次中東戦争のために封鎖されてから2011年に再度解放された。復元計画は2000年のミレニアムシクが以前に承認されていたものの第二次インティファーダ及び2003年の洪水により計画は遅れることとなった。2000年には 教皇ヨハネ・パウロ2世がヘリコプターでカスル・エル・ヤフドを訪れ私的に礼拝を行った。カスル・エル・ヤフドはイスラエル民政局及びイスラエル政府観光局により管理されている。解放される以前は洗礼はヤルデニと遺跡において行われていた。ありがとうございます。